人口の減少によって2020年から50年までの間に全国のおよそ4割にあたる744の自治体が消滅する可能性がある。こうした分析結果を民間の団体が明らかにしました。有識者らの民間団体人口戦略会議は、若年の女性人口が半数以下となる自治体を消滅可能性自治体と定義していて、全国の744の自治体が該当すると公表しました。10年前の分析では、こうした自治体数は896でしたが、外国人住民の増加により減少しました。ただ、少子化の基調は全く変わっていないとして、自治体などに出生率改善への施策など対策を求めています。地域別に見ると、消滅可能性自治体の数と割合が最も多かったのは、165の自治体が該当した東北地方でした。